はい、7の霊第7章ですね。王政やっていきます。はい、前回の第6章はですね、黒沢美津香さんを探しに行ったんですけど、彼女をね探すことはできなかったんですね。で今回はですね、なんとですね、川の上流に、美津香さんがいるんじゃないかということで、今回は彼岸湖ですね、そこを目指すらしいです。行ってみましょう。うん、なるほどね。そう、女の子は助けたんですね。ただ美津香さんの手がかりは得られなかったということで、遮影機に残されていた写真、うん、なんか手がかりがあるんですね。水面が広がる場所に美津香さんはいた。氷上山の山頂には彼岸湖という大きな湖がある。美津香さんはそこに向かったのかもしれないということで、今回から彼岸湖ですね。ん？なんかアイテムの反応がある。どこだ？今なんか光りましたね。ちょっとアイテムは持っていきたい。あ、これか。あった。すげえどこに置いてあるな。やばい。今回はですね、フィルム、たくさん用意してきました。前回の第6章で、フィルムがなくなって、相当厳しい思いしたんですけど、今回はね、結構いけるんじゃないかな。あ、結構アイテム落ちてるな。オッケー。あ、やべ。ショーが始まる前にアイテムを買うことができるんですけど、ちょっと買いすぎましたね、さすがに。うん。これはなんだ？清めの火ですね。体が濡れた時に使うアイテム。主人公の体が濡れてしまうと幽霊に見つかりやすくなるんですよ。で、体が濡れてしまった時はですね、さっきのアイテムを使うことができれば、体が乾くことができるんですね。ちょっと電車の中も見てみようか。電車じゃなくてケーブルか。うん、反応ないね。よし、行こう。じゃあ今回は目指すは彼岸湖。もう名前からしてなんかね、縁起が悪いというか。これ持っていきたいんだけど、ダメか。持っていけないんだ。まあいいや、行こう。基本的には前に見える白い影を追っていけばいい。うん。道に迷うことはなさそうだな。やべ。こっちでいいのか？え、こっちでいいの？あ、いいんだね。あ、射撃。あ、失敗した。シャッターチャンスだったのに。ん？こっちか。こっちですね。オッケー。あれ？写真撮れた今。なんか失敗したような。またあなたですか。ちょっと一旦戻った方がいいな。
カメラ。早い、この幽霊早い。幽霊だから動き方がすごい、動き方するね。あ、こいつなんか他の幽霊と違う。あ、消えた。さすが幽霊。近い近い近い。よし。あ、違う。あ、こ、あ、そうか。飛び道具飛ばしてくるんだね。よし、まだだ、まだいる。どこ行った？よし、下手った。幽霊はですね、この遮影機って呼ばれるカメラを使うことによって除霊することができるんですけど、あのシャッターチャンスっていうのがありまして、タイミングよくシャッターを切るとね、あの敵に大ダメージを与えることができるんです。今だ、 OK、 ナイスタイミング。うん、下手った。倒した？いや、倒していないか。うん、消えた。やべやべやべ、なんか飛ばしてきた。ちょっとなかなか倒せないんで、ちょっと攻撃力が高いフィルムに変えました。よし、オッケー、やったか。さっきの幽霊の記憶ですね。そっか、今の幽霊はああいう死に方したんだね。ちょっと先急ごう。雨が降っていて体が土砂ぶれ状態、あの濡れているんで、ちょっと幽霊が出やすくなってるんですよね、きっと。よし、じゃあ先に急ごう。
こっちで合ってるんだよね。あ、そうだな。どこだ？ん？うん、こっちだ。 ZR。 ん？なんかアイテムがあるな。うん、ここはお墓かな？お墓だね。こっちだ。あ、あ、アイテムがある。うぅ！危ねえな。近い近い。オッケー。いや、まだだ。どこ行った？こいつは多分巫女の幽霊かな？よし、オッケー。いや、まだだ。いやー、ちょっと逃げた方がいい、逃げた方がいい。よし、まだか。オッケー、やったな。よし、じゃあ行くか。なんかのアイテムを取ろうとしていたんだよな。あ、これだ。よし、こっちだ。行こう。ん？こっちか。こんなお墓、早く抜けた方がいいな。これお墓だよね。そうだよな。なんでこんな浸水してるんだろう。こっちだ。迷いそうだな。あの白い影がいなかったら迷ってんな。うわー、ちょっと待って、多すぎないか。幽霊多すぎないか。よし、どこ行った、あいつ。オッケー、まだか。オッケー、やったか。オッケー、やった。
こっちだ。ちょっと幽霊の数が多すぎる。前回の第6章から結構難しくなってきてる。白い影は左に行ってるんですけど、なんかこっちの方にアイテムがあるから、いや取りに行かない方がいいかな。ちょっと、あ、ダメだ、取れない。あ、取れるか。やったーが、今分かってたのに、今分かってたのに、離せよ。オッケー。白い影はあっちだな。まだ目的のなんだっけな、彼岸湖だっけ、そこについてないと思うんだけど、着く前からめちゃくちゃダメージ受けてんな。ん？どっち行った？こっちだ。うわー、ちょっと待って。